ローブとは衣類の一つである。主に上下が一続きになっており、袖のついているワンピース形式のゆったりとした衣服を指す。ゲルマン・ゴデルブとは戦利品、略奪品の意味であった。それがフランク王国時代にラテン語に取り入れられ衣服の意味へと変化を遂げた。フランス語ではローブとはドレスやガウンを指す。キリスト教の聖職者が羽織るガウンをローブとも呼ぶ。 また、裁判官の報復や、主に日本のキリスト教系の学校の卒業式などで、生徒が羽織るガウンなど、神聖な儀式などで使われるガウンも、ローブとも呼ばれている。また、中世ヨーロッパを舞台としたファンタジー作品において、魔法使いなど神聖なキャラクターが羽織るものも、ローブとも呼ばれている。ローブは、本来、男女共に着用されていたが、近世ヨーロッパで、 ズボンが独立して、聖職者などの例外を除いては、ツーピースの男性衣服が一般的になると、女性が着用するサイドとそれを強調する、緩やかなスカートで構成された、ワンピース形式の衣装のことを指すようになる。18世紀には、フランス宮廷を中心にローブアラ、フランセーズ、ローブアラポロネーズ、ローブアラアングセーズ、ローブボラントなどの様々な形式のローブが流行して、 ヨーロッパの社交界で愛用された。今日でも、礼服として用いられることが多く、肩及び背中と胸の上部を露出した、ローブデコルテは、女性の最も正式な礼装とされている。ありがとうございます。